はい、どうもおじさんです。お疲れ様です。はい、ということで仕事を探しに行きましょう。今日はサンクスギビングのイブなんですけども、多分ないと思う。仕事ないっていうか、いいのがなさそうで、なんかね、僕もタンカーずっとやってたから、いまだにちょっと把握してないんですけど、なんかこのプライムのターミナルに帰ってきた場合は、そのなんかあそこのプラザビルディングの中にドライバーズラインナップっていうのがあって、なんかここから出ていく仕事をなんかこう斡旋する斡旋所みたいのがあるんですよ。斡旋所っていうか、まあ会社なんで斡旋じゃないんですけど、なんですかね、そういう事務所で、そこに行ってなんか仕事ありますかって聞くと、あるよとか教えてくれるらしいんですよ。で、なんだ、聞きに行こうとしてます。で、聞きに行ったことが今まで1回ぐらいしかなくて、なんか今一つ何をどうやっていいか分かってないですよ。分かってないみたいな、分かってない系で、前もよく分かんないで、そのここに帰ってきて仕事始めるときに聞いたんですよ、メッセージングシステムで。そしたら、あのそのドライバーラインナップ行って聞いてみたって聞かれたんですよ。で、その意味自体がよく分かんなくてよく分かってないです。要はなんか ここに帰ってきたときはそこに行って聞くみたいです。はい。で、そこでいい仕事があったらもらって出発できるみたいな、そんな仕組みなようです。で、なんでそれ知らないかというと、タンカーの時はそういうのないんですよ。小さいディビジョンだったからそういう仕組みが存在してなくて、やったことがなかったです。だからリーファーになってそういうのがあるんですけども、そこの事務所に立ち寄ったのはまだ1回か2回ぐらいしかなくて、書類をもらいに行っただけだから、今回みたく自分の意思で行って仕事ありますかって聞くのは初めてなんで、ちょっとドキドキしてますドキドキで、もしいいのあったら今日出ようとしてます。今日の夜とか、まあ明日になるかよくわかんないですけど、まずちょっと聞きに行ってみましょう。はい、なんかどんな感じか、多分結構スローだと思うんですけど、明日から祝日なんで、はい、まああればやろうかなと思ってます。はい、行ってみましょう。同じ、はい、ということで聞いてきますので、ちょっとお待ちになっててください。はい、どうも。はい、どうも皆さん。ということで、ありました、仕事もらってきました。で、今帰ってきたみたいです。どこかカリフォルニアからここまで、途中なんていうの、お届け、ここまで最初のドライバーさんが来て、でドロップオフこれからするみたいです。で、トレーラーのリペアが必要かどうかっていうのを見て、問題なければもうすぐにレディー。はい。で、今日水なんですけど、お届けが木金みたいです。ウォルマートさんみたいです。で、まあ今夜とか明日の出発で間に合いそうなんで、まあ行きます、まず行きます。はい。で、ちょっと体を鳴らそうかと思ってます。はい、体を鳴らす、ちょっと運転してないんで、ちょっと体を鳴らして、行こうかなと。はい、ということで、まずはちょっと時間余裕あるんで、シャワー行ってリラックスしましょうリラックスばっかりしてるんですけど、はい、ということで、おじさんと一緒にシャワールームへ向かってみましょう。はい、ということで撮ってみます。こんな感じね。ということで、このトレーラーの間を通過して行ってみましょう。
散歩。いや緊張するな、久々の運転なんで緊張、いつも緊張します、久々に運転するときは。なんか今回のお荷物は行き先がミネソタとその後イリノイ、シカゴみたいなんですけど、実はニューヨークにメールとか取りに行きたいなと思ってるんで、なるべく東方向へ、行く荷物もらってそっち方面行かせてもらおうと思ってます。はい、ということで正面玄関に近づいております。まあ、サンクスギミングなんでまあまあ静かですね。いつもは結構満車なんだけど、止めるところが空いてます。結構そこそこパラパラと。まず郵便を出しに行きましょう。開いてるかな、多分開いてると思う。いきなり開いてた。ここはい、ということで皆様、プライムシャワールームへようこそ。こんな感じとなっております。まあ改装1年ぐらい前にしたんだったかな。なんか結構綺麗になってます。前は反対から見るとこんな感じ。なんか前はね結構狭くて小さくて汚かったんですよ。まあ汚くはないけど古かった。あ、だけどアップグレードして良くなってます。はい、ということでちょっとシャワー入りますので後ほど。はい、どうも。はい、はい、どうも。おじさんです。ということでシャワーから上がってきました。でシャワー入るときに入りながら考えてました。今日の予定どういう風に出発するか。で距離見たら、ここから多分ね550マイルぐらいなんですよ1軒目で。その翌日に300マイルぐらい走ってイリノイということで、荷降ろし先2カ所の仕事なんですけど、多分果物とかそれ系だと思う。会社名的に行くと狩りから来てますまた狩りから来てるんですけど、多分果物、だと思います。で、予定はお届けが今日水でしょ。あ、ちょっと待てよ、今日水っていうか、あ、今日の夜じゃないか出発。ちょっと待てよ、今日じゃないな。あー、一日余裕があります。お届けが金曜の朝なんですよ。だから今日の夜出ると木曜の朝ついちゃうっていうことですよね。ちょっと待てよ、今日27でしょ。あ、そうだ、もう一日あるんだ。危ない危ない一日早く行くとこだった。そっか、明日だ出発。明日の夜、木曜の、違うか、ちょっと待てよ、4時だから木曜、
金でしょ、ちょっと待てよ、金の朝だから木曜の夕方か、うん、木曜の夕方出て金曜の朝だな、うん、まあ別に今日出てもいいんすけど、で手前で待ってるみたいなね、どうしようかなまた待ったりしますか、ゆっくり一日、なんか発電機みたいなのがおります、なんだこれ、うん、一日で着く距離なんですよ、だから明日だと思ってた、お届けだから最初の予定では今日出て明日着くように行こうかなと思ったんですけど、どうしようかな、まあ、今日の深夜出るっていうの手ですよね、でちょっと早めに行って、うん、時間調整してお届けするみたいなね、そうしようかな、うん、慣れて久々だし、いきなり550マイルも走れないかもしれない走れるか、なんかこう疲労で、まあまあ一応今日出る方向で行こうかなと思います、まあトラクターがちゃんと直ってるかどうかも自信ないんで、うん、明日出ようと思ったらいきなり空気漏れしててまた動かないとかなったら嫌なんで、今日の夜出る方向で行きましょう、で夜走っていく、でどっかで時間調整して、で金曜日お届けみたいなね、うん、そうします、今日出る方向で行きます、一旦時間に余裕あるんで、うん、そうしよう、そしてね、行くところがなんかマンケイトってとこで、ミネソタリトルハウスオンプレーリーの地です、確か、まずしまいます、しまっていく準備、でも電気の線しまった途端トレーラーが今日準備できてないってこともあるんで、だけどねガソリンを燃焼しないとガソリン積む余裕ないんですよ、ガソリンがまだ残ってるたくさん、ガソリンオンにするか、やっぱします、かかってない、かかった、 OK、 じゃあ皆さんおじさんしまいます、で線しまってカレーを頼んでカレー今ねプライムでハンバーガー買おうとしたら混んでて、なんか多分なんかやってるんでしょ、無料のなんかサンクスギビング近いから無料ディナーみたいな、多分それ系だと思う、うん、だから混んでてあれなんで買わなかったです、混んでたんで、だからカレーを頼もうとしてます、しまいましょう、よいしょ、まずねどういうことをしてるかを撮ろうとしてるんですよどういうこと、今年からあれですね、ここにコーンが置かれてます、去年はなかった、これ引っかかった人がいたのか僕の真似をしてるのかちょっとよくわかんないけど安全のためにそんな感じかなと、あどうも、ということで100フィートあるんで何メーターぐらいだろう、30、40メーター、どんなことをやってるか撮ろうとしてます、こうなっててこれね、で巻くに当たって伸ばす、まずまっすぐ、そうすると巻きやすい、まずは巻き、こういう感じで出しますね、
はい、で巻きに入ります。電極チェックしてます。うん、大丈夫だな、まだ大丈夫。これね、ロープ巻きの基本。ザイオンナショナルパークのキャニオニアリングで習ったロープ巻きキャニオニアリングこれね、こうやって巻かないとラペリングしてロープを下ろすときロープが巻きついちゃう。だからその巻きつかないようにする巻き方ね。ということで今日はラッキー、そんな寒くないから線がまた硬くない。で、OK でしまいます。まあ、しまうというかただ置くだけなんですけど、置いて、ね、取りました。バッテリーチャージングしてます。実はしないとね、バッテリー上がっちゃうんすよ。でもうエンジンかけるんで OK。 バッテリーテンダーね、確かこっち結構もういっぱいいっぱいなんですよ。入んないかも。ただちょっと見てみます、どうだったかな。なんとか入るかな。今ね考えてます、どうするか。テックトラン、結構場所取るな。入らない入らないです。どうしよう。別の場所探すか。やっぱ入んなかった。っていうかね、まずねカレー注文します。お店が11時半から開店だったんで、オーダーしてます。カレー、なんかインディアのインディアン料理のデザートってなんだろう、なんかあるかな、デザート。戻しました。で多分この中だな、やっぱ入るかな。これね、準備できました。
もう一回再チェック。大丈夫だな。今度はもうここ壊さないように気をつけよう。これで。気をつけます。ちょっと石取るか、せっかくなんで。まあ完璧じゃないけど、もうなかなか長持ちしてます。20万マイルぐらいも走ってんだけど、まだかなり残ってる目が、だってウェアバーがどこだ、当たんないな。でもまあとにかく一目瞭然で目がかなり残ってた話。 OK、 フロント、フロントの方が減ってますね。てかこういうデザインなんでしょう。まだ大丈夫だな。OK。 はい、ということでとりあえずちょっとカレーを待ってます。はい、どうも、戻ります、車内に。はい、はい、どうも、おじさんです、お疲れ様です。ということで実は今までこれを GPS として使ってたんですよ。その原始的な GPS なんですけど、便利、会社と連動してるから自分で住所入れないのも出てくるなんですけど、これがなんか使えなくなるらしいんですよ。だからGPS を準備してました、これで。よくわかんないけどガーミン聞いたことあるんで買いました。2個もちろん2個ね。デュアル GPS で、これここなんか本当はなんかここは違法らしいんですけど、まあ構ってないです、とりあえず。で、2個買った理由は、こっちで、ちょっと待てよ。逆だ。これがこっち。こうやって、2個買った理由はこっちで、なんか、わかりますか？こういう、広いのを表示する、これね、広いやつで、こっちで実際のナビを表示する、そういうやり方で、すごい便利なのが、あ、これじゃできないけど携帯からここに飛ばしてなんかやったりできるらしいんですよ。まだやったことないからよく分かってない。でこれ、ね、実はこの中で小さく画面がスプリットで分かれる仕組みもあるんですよ。だけど小さいでしょ画面が。だからこっちでとにかく全体をずっと表示し続ける。でこっちはまあナビ、あとこれのいいのはあれがあるんですよ。お見せするとジャン、
あれ？ちょっとですね。なし。カメラ。昨日は映ったんだけどな。ここでビデオ入力映す機能がついてるんですよ。あ、ほらほら、ほらほら。え、あれ、あれ消えた。なんだ。あ、何ですかこれ。だからそういうことにも使える。だから2個にしたんです。うん。なんか遠くから見た画像をひたすら表示して使ってもいいし、このリアルタイムのカメラ表示してこう視覚がチェックできる。こっちの横とかここ見て。あとバックアップにもなる。こっちが壊れた時にね。壊れた時。そういう感じで OK っていう時はこういう感じで遠巻きな図を写しとく感じね。あ、はいはい、遠巻き OK みたいなね。こっちはナビ、かなとそう思ってます。セーブ。キャットスケール探しましょうか。キャットスケールいってみましょう。 GO。 でこれの音はちゃんとこのミキサー、ここにミキサーついてるんですよ。これでおじさんにとって必要な音がいろいろ入ってきます。でミキサーでヘッドセットで全部音は聞こえる。これね、ジョン。それをやってました。それで忙しかったんですよ実は。これでデュアル GPS。 なんか法的にはなんかこの辺りとかこの辺りとかじゃなきゃなんないらしいんですけど、そこらへんですけど見えないですよ。多分法的には要はその変でこういうとこに、これも違法なんですよ法的には。位置的には要はその目線が外れ離れるからでしょ画面ここからね。だけどもうつける場所ないからとりあえずここにつけてやろうかなと思ってますね。でこういう感じで一応スプリットスクリーンもあるんだけど、まあ、これはこういう感じでねやって行こうかなと。まあ、必要な時だけこういう感じで見るっていうね。何これ、コーヒーの枠ついてる。あー、休憩ね、休憩地点ね、そういうことね。なるほど。あー、もうすぐそこだ。どうかな、ちょっとよくわかんないんだけど、まずちょっとこれで様子見てみようとしてます。これはまだ年内使えるんで、575マイルですね。1日行くにはちょっと距離結構ある、そこそこ。あ、まあ今日の夜電話す、1日早く。で、あの短歌やってた時に立ち寄った経験のある、経験というかことのあるドラッグストアなんですよ。でそこ結構広いから多分止めれると思う。行こうとします。サンクスギビングが だから空いてると思う。しかも、っていうかもう来たかな、ウーバー。あ、まあ、もうちょっとかかりますね、多分ね、あとね。多分あと20分ぐらい。はい、そんな感じです。これね、これ準備しました。はい、どうも。セットアップします。で、こういう感じで撮れると。ダブル GPS。もしかしたら1個に将来するかもしれないけど。まずは、であとカメラでおじさん外撮るでしょ。だからあんま邪魔になりたい なってほしくないですよ。ここならいいかもね。ここに1個ならここはちょっと邪魔かもしれない、もしかしたら。考えてます。まあでもとりあえずは今デュアルで、見えると。でカメラも見れると、いい感じ動いてる。これいいアイデアでしょ、グッドアイデア。ほら来た、トラック来た。分かる、目の前だから分かる。いや、横が見えるというのがポイントね。視覚をチェック。まあ、ただ夜ねどう見えるかね。チラチラ気になるかもしんないな。まあともかくこれは今後でやります。
で取れるんで、駐車してる時はこうやって取ってこう盗まれないように。はい、そんな感じです。どうも、またご報告させていただきます。使い心地は、はい、以上です。どうも。